昨日の女はどうした？午前0時のチャイムと同時に別れた。いい女だったじゃないか。だって生活変えてほしいなんて言うんだもん。男変えたがるもんだ女は。今さら変えられるかよ。無理だろうな。こんな面白い仕事やめられねえよな。優しいなんて嘘だぜ。タカ、なんてサービスしてんだこの店は。一切ごめんだ。誰が切ってくれって頼んだよ。面倒な話さ、気まぐれなふりをしてほどけているだけ。いくぜ。あの雄たけびは薫。あいつ今朝ヒゲソング忘れたんだな。おいえ、手帳と拳銃を出せ。これ以上勝手な行動は許さん。課長、まだな。なんかもう会えないみたいじゃないですか。いい女探せよ先輩。